はい、うなぱんです。では、きらめき好きハクションの続きを遊んでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。もうあれですね。残るは、リザルトランキング1位。あ、ちょっとランクアップ8位も目指したいですけど。まあ、あと1年と半年ぐらいではちょっと厳しい気がするので、まずは、リザルトランキング。この1周目はリザルトランキング1位を、最低でも、いけるようにというところで、まあ基本的にフィーバーが尽きないようにやっていくというところをやっていきたいなと思います。何度か広告打ったんですけど、4回ぐらい映画制作4回5回やってテレビ CM もやって、でフィーバーまでが4000ぐらいしか減らなかったですね。なんか連続でやると減りが少なくなるのかな。これはピンチですね。永遠にフィーバー作戦もうまくいかない。これはやばいな。これ今やったら上がるかな。やっぱりあれかな、もうファン層が上がらないからダメっていうことなのかな。うん、もうほぼほぼ限界っぽいっすね。ってことは、もう最後の作戦ですね。もう、売り上げさえ上がればいいから、もう回転率上げて、早く戻ってきてもらっていろんなものを買ってもらう作戦。これで行くしかないですね。で、あとは、まあ、少しでも、チューンポイントが溜まってるようであれば、上げていく。いやー、途中からやっぱりフィーバーが上がらないんすね。悩みどころだな。ここの出版社で、あれだな、イベントマッチだな。あとは、あとは、こちら師匠でお金をもらっていく、吉田に。あ、気合ドラマも、あれかな、ヒートアップだから、また、あれだな、来月は挑めるかも。うん。これ、このゲレンデの中で一応これ中級のリフトですけど、まあ、ゲレンデってまあ基本的に初級と中級と、みたいな、あとはまあ上級みたいな感じでありますけど、まあ、ここのゲレンデだとこれが初級ですよね。初級なのめっちゃ早いですからね、これね。絶対今度はこけるわ、ここで。こんな早いの、早っ！
はやっ。みんなドキドキしながら見てるし。ここだけめっちゃみんな早っ。スンって言ってる。でスンって言って、多分雪だるまにぶつかってんだろうな、これ。毎回。よし、また金溜まったからもう、え？ちょ。どういう抜き方してんの、これ。よし、一応、もう上がらないですけど、やろう。1っすからね、もうマックスですよ。まあ、だってフィーバーまで100ぐらいしか上がらないから、もう無理っすね、これね。よし、もう一回。一応装備、念のため見て。オーラと、これかな。これでダメだったら無理っすからね。勝った。あれだ。アイテムによっても違うんだ。ということはもう、以降は冬のシーズンは師匠を必ず。スポンサーにしておいた方が良さそうですね。すげえ。なんかこれオブジェクトを、ゲレンデに飾れるオブジェクトとかかな。いや、これでフィーバーなる？ならない。ならないかも。もうダメっぽいっすね。いやー、そういうことか。酸素を取りすぎちゃうとダメになっちゃうのか。でもフィーバーにはならないけれども、来てくれるお客さん数は増えるんでしょうね。一応今のところファンマックスぐらいの値になってますから。さて、リザルトランキングですかね。本当、あの後も、広告出して、プラス4とか5とか、あそこの数字とフィーバーまでっていうのが、まあ、イコールなのか、ほぼほぼイコールなのかなんでしょうね。だからもう、全然上がらなかったんで、もう諦めたと。1。どうすればこっから、あ、でもレスラー、売り上げ下がってるな。けども、これ以上は、きつそうですね。で、あとは、なんかこういう、オーディオ器具とか、あと、プチ賽銭箱とか、これ、適当にポンポンって置いて、あとなんか新しい、お客さんとか増えないかなって。まあ、一番初めの方とか、確かなんか、あれは、何だったかな。このストーブだったか、扇風機は、なんかあったような気がするんですよね。
うん。なんか山の男の子と女の子が、来てくれるっていう形になったのも、おそらくこの扇風機経由だったような気がしたので、やっとあれだな、いけるな。これもあともう一個か。もう少し待てば研究できるか。うん。というところを狙うために、もう賽銭箱も、ここに6個とデフォルトで置いてる7個置いてみても出てこなかったんで、関係ないのかなとか、いうのをちょっと試してみてはいるんですけどね。うん。このままもうおそらくイベントとかもないと思うので、このまま、この次の8期の5月、多分最後だと思うんですけど、そこのリザルトランキングのところまで飛ばしたいと思います。はい。ここでうまくいきますかね。まあ、途中でもしかしたら、このランクアップができるかもしれないですけど、もう基本的にはもう、なんか素材がちょっと溜まったら強化したりとか、あとは、装備の強化をしたりとかっていうぐらいで、もう、置く場所とかもほぼほぼないですし、うん。まあ多分このまま放置っていう形になると思いますので、はい、飛ばしたいと思います。うん。ついに8期の4月を迎えてしまいました。よし、夢観光ツーリストからお金を、いくらくれるんだ ?20 万。これ結構な確率でもうあれですね。いけましたね。多分これ70万でしょ。よし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 。超ギリギリで。実績が達成できて1000万ゴールド突破。あとは？3000万ゴールド突破。まだまだあるんでしょうね。87。飛んでますからね。8、9、0。あと4段階あるっていうことか。最後の最後にこのランクアップして締めましょう。うん。美しいと、ここ久しぶりだな。実に素晴らしい。ここまでのスキー場は今まで見たことありません。うん。こちらは最後の支援物になります。ああ、一番本当の最後。ランクアップ8が最後なんですね。さすがオーナーさん、記念にこれをプレゼントします。何くれんの？ピラミッドオブジェ。ピラミッドオブジェは置きましょうか。こんなね、残りあと8時間ぐらいでランクアップしちゃいましたからね。なるほどね。なんかカイロくんっぽいの出てるし、顔。ビルから出てるし。これでまた2、3回やったら人が、あれなんだろうな。あ、これはあれか。さっきのピラミッドオブジェを出したからか。アブファラーここ。これも、この名前だったかは忘れましたけど、ゲーム発展の出てきてましたね。
やー、本当最後の最後で、こうなっちゃいましたね。で、別荘と、別荘も置いて、温泉バナナも悪くないですね。ここでな、バナナの収穫する確率が上がるとかなんかあるのかな？なんかありそうっすね。こういうの。よし、じゃあ最後の最後、超ギリギリでしたけど。ランカップ最後だよな。念のためよ。これ以上ランクアップできません。いいっすね。これ見たかった。ということで、本当最後の最後に、この大会ができるのか。もう、そしたら、もう本当の一周目最後なので、でもこれ、これでいこう。またなんか変なのいるし、これおかしいでしょっていうね。おお。これはいけるか？すっげえ飛んでる。最後。よし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 。トナカイ、それおかしいでしょ。もう機械乗ってるしね。機械乗っちゃってるよ。これでもうあれかな？大会全部取ったのかな？じゃああれですね。次は2周目はこの実績全部コンプリートっていうところを。大会まだあるんだ。そういうところも狙っていきたいですね。ジャンプ台は最後の最後まで置けなかったな。よし、ここであとはリザルトランキングが取れるかどうかですね。もうあとはもうやることは、やれることはもう全部やったと思うんで。あ、そうだ。作った別荘と温泉見てなかったな。いいですね。雰囲気60。いやー。まだまだ上げれるっていうことか。ここでリザルトランキングですね。さて、1位取れるかな？シーズンリザルトランキングって、この売り上げの期間って何でしょうね。シーズンって言ってるから、11月から5月、4月最後？なんで5月の5、0時まで。11、12、1、2、3、4。6ヶ月の売り上げなのかな。もう1000万、1年ぐらい何もせずに1000万貯めても、それが反映されてなかったから、半年でか。全然だな。ほんで、あとはもう5月を終了させると、終了っていうことかな。よし、お疲れ様でした。これからクリアポイントの計算が始まります。
なるほど、なるほど。92人発見しました。お客さん。うん。商品開発98。あ、こういうポイントであれなんだな。じゃあ次は、新記録いけるかどうかみたいな。っていうことができるのか。157,598 ポイントでした。アイスコア、初めてですからね。スコア計算はここまでですが、ゲームは引き続き遊べます。あれ？どうやって周回？周回っていう概念がないのか、これは。一周目一周目でずっと言ってましたけど。なんかそんな雰囲気あるから。あれ？そんなことあるのか？あれ？これどうやって戻るんだろう？一回終了しないといけない？あれ？これでまた初めからっていうのをやればいいのかな？セーブスロット2とかで。ちょっとやってみよう。え？マップ選択が、あれ？こんなのあったっけ？なかった気がするな。A1 産地だったのかな？広々山脈、こっち選んでみましょうか。やっぱりこれ、まだノーマルでもクリアできてないノーマル行きましょう。またほがらか。あれ、なんかちょっと違うな。そうです。今回は名前変えました。うなぱん高原に変えました。あれ？何か違うぞ？ロッカールームが少なくて、はいはい。あ、これいいじゃん。またマップが違うんだ。ああ、なんか、広いな、ほんと。あ、レベルは1からなんだ。あれ、実績も。これはできるのか。ということで、また2周目。完全なる2周目っていうことか。資源とかがあるのかな。あ、資源もないのか。やっぱり。あれ？スポット時点もない。おやおや？あれ？ということで、この周回。あれ？そうか、考えてみたら周回じゃないですよ、これね。もう一回、セーブデータ2のやつは消して、なんだって？周回データを使用しますか？はい。やっぱ周回データっていうのがやっぱり作られるんだ。で、
ちょっと平凡。やってみましょうか。もう一回。これで、いろんな情報が残ってるのかどうか。懐かしい。え、こんな形だったっけ？あれ？なるほど。マップごとに情報が残ってるっていうことかな、もしかしたら。なんかそんな感じがしますね。施設は、これはあれか。うわ、残ってる。ということで、あれですね。この2周目。またリザルトランキングとか、あとスポットとか、まあいろいろ目指していきたい。あ、やっぱりこれあれか、残るんだ、スポットは。ということは、マップごとに情報が分かれていて。ということは、まずはこの平凡産地の方をまずは攻略していきたいですね。ということで、うん。まあ、こういうのは流れ的には同じか。微妙にレベル高いですからね。まあ微妙ですけど、正直めっちゃ持ってんな。よし、というところで、まだ2周目は、この平凡産地の方で遊んでいきたいと思います。で、ある程度というか、うん、ここの実績は全部達成したいですね。とか、リザルトランキング、1位、オール1位取るとか、いうところも頑張っていきたいと思います。はい、というところで今回はここまでとなります。ご視聴いただきありがとうございました。